はい、えー。今日はですね、情報発信戦略についてお話していきます。この具体的に何をどう発信していけばいいのかっていうのがね、わからないっていう人も多いんじゃないかなと思うので、やっぱこの情報発信っていうのはすごく重要なんですよね。そこで信頼を作っていれば、その後のね、メルマガの登録率が上がったりとか、もう信頼ができているからメルマガも開封してもらえたりとか。 場合によってはもう一切売り込んでないのに売れると。相手がもう欲しいっていう状態ができてるから、こういう商品ありますよって紹介するだけで売れると。そういう状態も作れるので、この情報発信っていうのは極めて重要なわけです。もうほぼ8割方そこで決まると言ってもね、過言ではないわけですよ。どんなに仕組みを作って、ね、そのいわゆる仕組み家だとかファネルだとかって言われるわけじゃないですか。でも、入り口のその接点となる情報発信がしょぼかったら、その先も全部うまくいかないんですね。こんな人大したことないなとかって思われちゃったら、 当然その人のメルマガ読みたいと思わないし、どんなに仕組みがね、しっかり組んでいても内容が薄っぺらいとか、なんか、はい、これ見たことあるな、みたいなものだったら、当然、購買にはつながらないわけですよ。だからこの情報発信っていうのをいかにね、こう、極めていくのかっていうのが重要なんですけど、この情報発信が学べるところって少ないんですね。まあ、いっぱいそういうオンライン講座とか塾とかってあると思うんですけど、そういったところで教えてるのは、例えば、 こういう副業が儲かるとかね、でこういうなんか、えー、ノウハウがあればね、儲かるとか、あるいはなんかコピーライティングを身につければ何でも売れるとか、そんなんばっかりなんですね。で具体的なじゃあ集客のやり方、情報発信のやり方、どうやってやるのかってほとんど教えてないわけです。とていうのはその販売者自身が普段広告で集客していて、ほぼ自分で情報発信してないからやり方が分かんないんですよ。だから Facebook で友達5000人増やしましょうとかね、なんかいいね回りをしましょうとか、 そういうちょっと再現性の低いというか、ね、よくわからない集,集客のやり方を教えるわけですよ。で、こういうテンプレートを使って情報発信してくださいとかっていうふうにね、まあ、教わることもあると思うんですけど、テンプレートっていうのは一個気をつけないといけないのは、陳腐化するんですね。みんなが同じテンプレートを使ったら逆に何の個性もない、他と同じような感じになって、誰の印象にも残らない、刺さらない。 場合によっては、これ見たことあるもん。またこれか、みたいな。もううんざりされてしまうみたいな感じになって逆効果になることもあるわけですけど、とにかくテンプレートに沿っていればいいんだっていうね、そういう発想になってしまう。だからその辺りも戦略的に考えないといけないわけですよ。だからこの YouTube 動画なんかは一切編集もしてないし、サムナーも作ってないんですけど、それはある意味意図的にやってるわけですね。まあ一個の理由としてはもう作業時間とかね、労力を下げることによって、僕は数で勝負するっていう戦略でやってるので、ね、すごい、 時間かけて一本の動画を作るよりは、もう短い時間でたくさんの動画を出していくっていう方が僕の戦略なので、そういうやり方をやっているっていうのが一個と、あとみんながなんか同じような形の編集で、同じような形のサムネで作ってるんで、逆にこういうスタイルにした方が目立つっていうのがあるんですね。だからこういうスタイルでやってるわけですけど、じゃあこれ一切この YouTube のセオリーをね、まあガン無視してチャンネルやってるわけですけど、 全く伸びてないかっていうとね。まあ今日現在でまあ約450名ぐらい登録者がいるわけですよ。だからこういうやり方でも全然うまくいくわけですよね。なんで、必ずしもそういうテンプレートに沿わないとダメかとかね。型にはめないとうまくいかないのかっていうと、そういうわけではないんですよ。それは周りを見て戦略的に考えていかないといけない。けど、やっぱその、そもそも情報発信って戦略的に考えないといけないとかっていうことすらもう考えてないとか、自分のスタイルとかも考えないといけないわけですよ。 自分のスタイルに合った媒体を選ぶとかってことをしないといけない。例えば、遠くからね、ものを言う。僕みたいなタイプだと、ね、こう近い距離でコミュニケーションを取るというよりは、遠い距離からね、情報発信をする方が合ってるから、ブログとか YouTube とか Podcast とかね、そういったところと相性がいいわけですよ。逆にこう距離を近めてコミュニケーションでファン化するのが得意な人っていうのは SNS の方が合うんですね。そういったところも考えないといけないし、 で、多くのその講座とか塾とかっていうのが SNS 集客しか教えてないわけですけど、それはなんでかっていうと、例えばブログとか YouTube ってのは時間がかかるからですよ。時間がかかるってことは実績が作りづらいわけですね。受講生が実績出してくれないと、その講座とか塾っていうのは、まあ実績はついていかないんで、手っ取り早く成果が出る SNS とか、で、とにかく友達増やしまくってこういうオファー作って、このテンプレートに投げて、まあ、数うち当たるである程度売り上げが出て、はいもうわかりました、うちの実績ですってやる方が、 塾としてはいいから SNS 集客を中心に教えるわけですけど、人のタイプによってはね、YouTube とかブログをやった方がいい人もいるわけですよ。僕個人で言うと、例えば Facebook だけで全部やってくださいと言ったら多分無理なんですね。SNS 集客って合わない人からしたらめちゃくちゃ難しいんですよ。でブログとか YouTube とか Podcast を使ってるから僕はまだね、うまくいってるわけだ。もし本当に、例えば SNS だけでやってくださいと言われたら多分無理だと思います。 っていうことも考えずに、なんとなくね、Facebook だとか Instagram だっていうふうにやってもうまくいかない。で、その媒体の特質とかね、何がどう違うのかってことも解説してる人ってほとんどいないんですよ。例えば Twitter とか TikTok なんかは、拡散性は高いんですけど、信頼構築には向いてないんですね。出せる情報量が少ないわけだから。たかだか140文字とか、ね、60秒ぐらいの動画で、その信頼を作れるだけのね、情報量って出せないわけじゃないですか。でも拡散には向いてるわけですね。バズりやすい媒体だから。 っていうところで上手に使い分けていかないといけないし、例えば SNS を始める場合も、SNS ってのは基本的にもう誰が物を言うかがね全てを決めると言っても過言ではない媒体なんで、全く無名で、そういうね、誰ともつながりがない人がゼロからアカウントを作って広げていくって難しいわけですよ。片っ端からフォローしていって、一定数フォロー返ってきたとしても、相手は別に自分に興味があってフォローしてるわけじゃないから、その後発信しても誰も見てくれないわけですね。逆に、例えばリアルで友達がいて、例えば企業塾同士でつながっていて、その まあえー、コネです、コネというかね、つな、えー、がりがある人はいっぱい知り合いがいるから、ちょっと何かね、ご飯の写真上げるだけでも反応が出るし、いいね100件とかね、ついたりするっていうのはそういうことなんですよ。で、そういうじゃ無名の全く知り合いとかがいない人が、ゼロから SNS をね、どうやって拡大していけばいいのかっていうと、僕の場合だとクロスメディアンするんですね。例えば、インスタとか、僕はひたすらこうね、コンテンツを上げ続けているわけですけど、こっちから誰かフォローしたりって、基本的にはしてないわけです。 ツイッターとかもそうですし、でもフォロワーとかがちょっとずつ増えてるっていうのは、クロスメディアになってるからですよ、僕の他の媒体、と特にユーデミ y とかですね、ユーデミ y で受講した人が僕のインスタとかツイッターとかに来てフォローしてくれるみたいな、だからそういったことが起こるから、ねうんえー、ちょっとずつアカウントが強くなっていくわけですけど、そのアカウントでも無名だし、一切誰にも知られてないって状態の人が、ゼロからね、そのアカウントを強くしていくっていうのは、まあ、極めて難しいわけですよ。 だそういったことも考えながらやっていかないと、なかなか集客ってうのはうまくいかないんですけど、その具体的なやり方を教えてくれるとこは全然ないということなんで、その教えている本人が本当にオーガニック集客がわかってるのかっていうのを考えていかないといけないわけですね。テンプレートをはめれば何でも集客できますよとか、そういう時代じゃない。おそらくまああなたもそういう経験あると思うんですけど、なんかこの人他の人と同じようなこと言ってなとか、メルマが登録したらなんかね、まあ思った通りとか、テンプレート通りのね、なんか、ああ、こんな感じかみたいなメールしか来ないとか。 じゃあそれれでで本当に売れますすかってことですねそのあたりもしっかりと考えてやっていかないとなかなか集客っていうのはうまくいかない戦略的に考えるってことは大事なんですよなんでオーガニック集客をするときっていうのは、まあ、実際自分で経験しながら人によって正解っていうのは変わりますからね僕がやった場合と A さんがやった場合っていうのは当然ね同じ内容を発信してもその反応が変わるわけだからそういったことはやっぱり自分でやりながらねこう答え合わせをしていかないといけないわけだし まあそういうふうにね、やっていかないとうまくいかないので、オーガニック集客をするときってのはそういうことを考えて、ぜひやってみてください。